あ、なんだ。何が持ってんの、これ。手が出てるけど、これ。天井から手？なるほどね。あら。こんがらがっしゃん。ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はフォーシスティッドの続きやっていきたいと思います。だいぶうおブーって言ったね。だいぶストーリーも行きましたけど、結局なんか悪夢というか、あの地下の世界からまた違う部屋に来ちゃったみたいな感じだね。赤い扉を越えていくと、これは Life is…人生は一時的なものであり、いつか死ぬことを知っておくべきです。知ってますが、開かないんだ。で、今電気も何もつきません。ライトも扉も開かない。開く。暗いんだよな。あー、ただループしてるな。急にループ系のゲームになったね。何かが変わった感じもない。いや、変わったね。だいぶ血で何かが書いてあるというか、血まみれの部屋、そしてぐちゃぐちゃの部屋。ここは開かないね。なんかあるぞ。あなたの目的は無意味です。これは私のままです。私のもののままです。賢明な決断を選択してください。生きるか死ぬか。ちょ、ん、でか。あれ、扉の位置が変わってる。ん、あれ、なんか出てきたぞ。あ、こっちが開いた。あー、また同じループだ。あれ、開く場所が変わってきてるぞ。ん、You are ha 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 って書いてある。あー、今度は扉だけだ。This ring will be、 このリングになるでしょう、私の永遠に。指輪がないんだよね、まだ。横切ってったな。僕は強盗した悪い子です。リングがないと。あ、リングあるじゃん。あら、落ちたね。重要なアイテムを見つけた。このレースから抜け出してください。あなたを見守ってください。ん、リング取ったよ。この部屋は本当に上から落ちてきたの？フラッシュライトなし、電気もつかない。いや、開くんかい。両方開いたね。いや、チャプター4。早っ。ということで、冒頭なんかこうね、本当は別にしたかったけど、まとめて出してると思います。結局なんだ、この家は。なんか頭がふらついてるな。なんか絵だ。What's this? What's this? 何か影がこう座ってる一つ目の人に渡してる感じがするな。しかも両面。あ、ループしてる部屋だ。これはダイニングなのか？
何なんだろう。この人がふらついてるってことは、キー、鍵が必要な。急に探索型になったな。テレビが出たぞ。とりあえずじゃあ2階に行こうか。なんと映ったな。おお、でもなんか森の中をさまよってるような映像だね。まあでももう上に行くしかないね。行かない。奥が深いね。自分の部屋か、これは。私、彼らは私たちを騙した。罠を仕掛けてここに行き着いた。出口を見つけようとしてもあなたを苦しめるだけだと。彼らは何を隠しているのか。奴らは誰だ。わからない。抜け出す方法を見つけないといけない。結局なんかいろいろさ、取ってこいってたけど、そのリングが結局何だったのかって。足音が聞こえる。ん？非常に鋭い香り、色付きの絵の具のような、しかし奇妙な香り。結局行く場所がないな。あの奥は行けないし、トン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 、ない。鍵がじゃあどっかにあんだな、これ。あれ？行けるようになってる。オールドスタッフ。つけといった方がいい。ウェイアウト。これが扉？ただ鍵がかかっている。なんか起こった？お、誰か見てた。誰だ？お前か。あ、また場所変わったぞ。頭が痛いっつって。ここはどこなんだ、私は誰なんだ、みたいな。どんどんいろんなとこ行くな。結局指輪を持つものにこうなってんのか。うん？どうなんだ？こっちか。お、でもさっきのテレビの音が聞こえる。あれ？戻ってきたぞ。ん？いけない。どういうことだ？こっちは開くのか。開かない。あ、開くけどいけないんだ。今度はこの上下でのループが始まったな。あ、扉
扉なくなってる。There is no way out。 ん？ち？消えた電気。点滅してんのか。開かないわ。違うところが開いたのか。あ、なんか開いたぞ。ライター来たね。こっち暗いからとかそういうんじゃなくて。ザ・トラッシュ。違うな。ライター取って暗いとこ？ついたついた。あれ？この部屋って初めてじゃない？いや、読めねえ。What is this? 本当だな。なんて書いてあるか読めねえわ。本が乱雑に置かれてて、開かない。机があって、わ、さらに奥部屋だな。暗くて、時計があって、扉は開かない。なんだ？あ、リンコン？棚があって、お、ん？あ、違うわ。ハンマーだと思っちゃった。ここか？またデビルみたいなの来るだろう。あ、なんだ？何が持ってんのこれ。手が出てるけど、これ。あ、天井から手？なるほどね。あら。ボンガラガッシャン。天井から手がなくなっちゃった。いいオブジェだったのに。コン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 。どこの鍵だ？あ？誰の服だこれ。コン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 。あ、チンコン。これか？違う。コン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 。これか？違う。これか？違う。あ、これだ。違うんかい。え？違うの？お！手がある。どういうこと？クローブを持ってる。クローブあったよ。バール。これでしょ？な、剛腕な腕のところにあるけど。あ、あった。ここにあるじゃん。え？バイーンって。このクローポーは？えーての。どっかぶっ壊すのか？これをクローポーで壊すってこと？鍵じゃねえんだ。これまた、
下だな。下か？本当に。ここら辺で言ってんだよな、上で。違う。あー、なんかどっかの棚かな。怖く。え？開いたわ。違う出口なのか？いや、違うと思うけどな。また違う部屋だ。なんちゅうループだ。でっか。死に？なんかいろんなオブジェがあるな。こっちまたキッチンかな？写真とかいろいろある。あ、メンタマッチョだ。メンタマッチョのあれあったなぁ。これ、上か。なんだこれ、パスコードだ。なんだなんだ、今度は。また手が置かれてる。俺は文書のあらゆる意味から隠された手がかりのよう。あなたとお母さんの結婚した日は私の人生で最も幸せな日でした。祭壇で彼女の美しい顔を見たとき、私の顔は満面の笑みで浮かびました。この幸せが永遠に続きますように。こんな気持ちになったことは今までなかった。この家最上階にある禁断の扉をくぐり抜けた瞬間、世界は奇妙で神秘的なものに感じられた。何が見えたのかは分からなかったが、私の頭から離れなかった。先日、一が家を片付けたとき、一突然びっくりした。音を聞いた。一騒音の方に急いで行って何かを見た。1、説明できなかった。心音が高鳴り、1、感じた。4、怖かったが、それが何であれ。兄嫁には、そのことについて話さなかった。1、1、4、4なんて書いてあるか。あ、書いてないね。怖いと感じましたが、それ何であれ。この1、1、1、1、1みたいな。1が5個なんだけど。そんなことはないよね。絶対に。本当に？こんなことあっちゃう？これは違うわな。ちょっと他の部屋も。いや、特に何もないね。こっちは？ない。チェーンカッターか。どっかにあんのか？ないね。行ける部屋が完全限られてるけど。バールも何もない。じゃあ、あのナンバーロックやらんといかんな、これ。ナンバーロック、あの紙が何だってんだ。
これ1しか書いてねえな。あ、なんだこれ。ミッシング。何かがミッシングだ。絵をここにはめ込むんだな、3つ。そんなのあったか？多分どっかで生まれたな。この瞬間かどっかに。絵を探せ、絵を。なんかあったような気がせんでもないな。あれ、いけるわ。クローブを探せってなってるけど。あ、なんか開いたぞ。あの絵か。これだ。ジェームス・ベリック。この目を見つけた人へ。私は重い心と呪われた魂を持ってこの言葉を書きます。深い愛と誤った愛情の瞬間に、私は愛する娘にヒレのない美しさと魅力の指輪を贈りました。それが普通の指輪ではなく、悪意のある力によって呪われた指輪であるとほとんど知りませんでした。何世代にわたって家族の家宝であるこの指輪は、その魅力的な宝石の中に、当時の私には理解できなかった闇を抱えていました。誤った愛の行為として、私はそれを自分の中に宿る呪いに気づかずに、愛する娘に伝えました。これを書いているとき、心の痛みと後悔が私にのしかかっています。このメモに出会った人には注意していただきたいと思います。呪われた指輪を心の操作をし、最も純粋な人々の間に不和を植え付ける力を持っている。魂は邸宅の地下室で、それが失われることは重大な問題。それで、家族は悪を解き放ったと。私は娘と指輪を根気よく探しますが、時間の経過とともに希望は薄れていきます。もしあなたが地下室の暗い奥深くにいることに気づいたら、どうか気をつけてください。想像を超えた悪意のある力に遭遇する可能性があるから。万が一娘と指輪を見つけたらすぐに返してください。この呪いを打ち破り、罪のない人々を守るなら、私はどんな犠牲を払っても構わない。最初知らずに娘に与えたんだけど、その、指輪を何の犠牲も払ってでも取り戻すと。ああ、それがこの娘の部屋か。ドール。これは親の部屋か。ああ、で、ここは入れない部屋ね。あれか。暗い部屋だ。こうやって行けない部屋が行けるようになってるかもしれないな。いや、トロフィーとか関係ないもんね。まあ、あんな感じで絵を貼ってかなきゃいけないのかな。いや、でもこっちにはないもんな。とりあえず貼りに行くか。貼ったら世界が何か変わるか。結構なんかまがまがしい絵だったけど。
お、前から来たね。え？死んだぞ。死ぬとかあんのかこれ。下がって追われないようにしなきゃいけないのか。ハイドしなきゃいけないのか。あ、開いたぞ。鏡の中か。あ、入れない。あ、変わってるわ。なるほどな。ここでいきなり追われパターンなんだ。暗くね？またじゃあ暗道を行きましょう。あれはわからんで。私クモカはさ、基本的に前に進んでいくから。ん？これしかなかったよね。何か持ってるわけじゃねえんだよな。もう戻るか。長廊下。暗いな。途中に扉なんかあったか。絵が置いてあるかなと思ったけど。ん？カメラもないし。ドアがあったのか。どうせ分かりやすいね。もうなんかゲームセーブになったぞ。匂いを拭くか。写真。あ、なんだこれ。大悟だ。ウィッシュ。ん？幻覚。あなたを所有、魂を所有する。また始まったぞ。長廊下が。あ、これ何？ボトル。この長廊下攻撃が。これじゃねえ。反対側に何かあったっぽいよね。あ、これ？ん？この毒薬みたいなのをどっかに入れるのか。あ、違う。さらに奥があったわ。なんだこれ、なんか、タスクが増え続けてるな。何が変わった？どっかが開いたのか。これか。お？よく見えなかったな、今。なんかいたのかな？見たかった。この先は、もういるね。いいですね。悪魔的なのね。ん？こっちか？違う。
なんか絵とかありそうだけどな。ないと。ちか。ボトル。開いたわ。3つ置きそうだけどね。でもボトル3つあるからさ、これ置くんじゃないのかなって思うんだけど違うのかな。置こう。置くんかい。開いたわ。あら、扉が遠くなっちゃった。どんどん遠くなるね。前からドン。あ、戻ってきた。はいはい。戻ってきたけど、なんかちょっと、あー、戻ってきたね、完全。これさ、向こう側行ったらまた即死かな。でも今あるもん。絵が一個。いけるわ。とりあえずじゃあ絵を一個セットしてくるか。はい。とりあえず一つ来ましたね。いや、これは結構な対策になるのかな。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さん、良き夜をお過ごしください。